はい、ということで来ました。今日はこの間練習した X ボールの試合当日です。なんかいろんな競技が集まってアスリートをナンバーワンを決めるという大会で、はい、なんか事前投票でね。そうです、ツイッターで、まあその5チームあるんですけど、5競技あるんですけど、まあリツイートの数が一番多い順にシードを決めていくと、うん、多分第2シード取れたんじゃないかなっていう感じ。さっき見たら、あ、皆さんの投票のほうが、はい、皆さんが協力してくれて100以上いってたんで、むちゃくちゃありがたかったですね、うん、ということは、じゃあ何回勝ったら、もう2回勝てば優勝です。2回勝と、はい、まあシード皆さんがしてくれたんで2回なんですけど、本当シード取れなかったら3回だったんですけど、助かりますよね、うん、まあ先輩も年だからさ、あのやっぱ3試合より2試合の方が、はい、結構夏場的見ながら、そうです、はい、がっつり痩せてますもんね、うん、今あのちなみに人気投票1位はどこの競技？ラグビーチームらしいです。あ、ラグビーかなり強いみたいです、あのまあ聞いた話だと。あ、それはもう絶対ワンチームで来てるね。そうです、ワンチームです。あ、はい、みんなワンチームなんだけどね、うんうん、でも俺たちも柔道を代表して来てるから。そうです、はい、まあアスリート頂上決戦ということで。そうですね、ここはやっぱ落とせない、うん、柔道のやっぱ石にかけかけ、はい、あ、まあでもその先輩の目的っていうのは違いますもんね、やっぱりそのやっぱ柔道に何か活かせるっていうか、はい、いろいろ取り入れてっていうことですね。まあ、柔道を広めようっていうのもあるし、そうそうそう、他競技からいろいろ学ぶことも多いし。そうですね、だからまあ勉強のつもりでいこうよ。そうですよ、うん、でも勝たないとやっぱ勝負事なんで、うん、しっかり優勝して、うん、まあ応援してくれた方に報告したいっていうね、うん、頑張ってきます、行ってきます。ここにようやく、うちのチームの強力な助っ人が到着しました。取ってたもんそれ、うん。一応紹介しますと、一応ロンドンオリンピックの銅メダリストの西山正史選手です。どうも、川端です。いや、どうも川端です。で、一応さ、こっちがやっぱりドンマイ川端、ロマンス秋元でやらせてもらってるから、はい、あの報告があるんだけど、ニックネーム決めました。マジ？発表します。ロンドン西山です。どこを考えたの？さあ皆さんこんにちは、始まりましたよ、第1回 X ボールアスリート最強決定戦。早速試合の方に行ってみたいと思います。それでは第1ゲーム、対戦カードを紹介しよう。ブルーサイドの登場、フリースタイルフットボールチーム。対するはレッドサイド。レスリングチームの登場。さあいいですね、アピール。さあ人気のない2チームの登場ということですからね。さあ両チームとも焦っております。レッツゴー。さあボールは変わってブルーチームがボールを持っております。ディフェンス。おー、両チームとも慣れてきております。チビタイガーだけまだ慣れてない感じでしょうか。やばくない？やばい、やばい、やばいね。この体力を消耗している中、勝ちたいですよ。ちょっと待って、チビタイガーが全く機能してないんですけど大丈夫ですか。もうもはやチビタイガーが必要ないんじゃないかと。ああ、ちょっと待って、マジチビタイガーしっかりしろ。何してんだよ。レゴー。7対1です。さあ決められるか。いや、よく取りますよ。ああ、チビタイガーが何もないやん。何かしろ、チビタイガーが。いやいや、持ってる持ってる。
あれもうチビタイがマスク取ってやった方がいいって。あマスク取った、取っちゃってちょっとうまくね、顔すらないようにね、小粒な目をしておりますね、つぶらな目をしておりますさあ動けるようになってます。さあしかしマスク取っても全く意味がありません。動けると本人は言っておりますが、残り時間30秒を切るぞ。さあここで2セット先取、すごい強かったです。勝利を収め、ラグビーチームと対戦を決定、決めたのはフリースタイルフットボールチームの勝利。まさかこんなボコボコにされるとは思ってませんでした。なるほどね。チビタイガーに一言もあって、ゲーム1終わりにしましょう。どうですかチビタイガー、もういいでしょ、喋ってもすごいいい試合だったって。そうでもねえよ。よし行くぞ、チーム自動行くぞ、よし行くぞ、行くぞ、よし行くぞ。柔道チームの登場。いいですね、一礼してから入ると一人だけですね、一礼したのはね。行きましょう。対するはレッドサイド野球チームの登場です。さあまずは柔道チーム、どうですかゲーム1見ていて、手応え的な感覚は。いけます。いけます。はい。もうちょっと早いですね、つけるのがね。そうです。はい。はい、ほぼ見えません。ほぼ見えない。はい、上がりました。ちなみにゲームは1セット目は出るということでよろしいでしょうか。そうです。出ます。よかったです。これで出ない可能性もありますからね。勝つか負けるかの勝負をします。そうでしょうね。そりゃそうでしょうね。まあ、当たり前のことを自信満々で言うというね、素晴らしいです。さあ、対するは野球チーム、どうでしょうか。ゲームは見ていて、手応え的に。いや、なんか白熱した試合が行われてたんで、いいでしたよ、すごく。はい、ちょっといい試合したいですね。じゃあ早速ですけどね、もう皆さんご存知となってきてますか、応援タイム行きましょうか。応援数の多い方が X ボムを5個ゲットできます。応援タイムは30秒となります。皆さんはですね、柔道チームへの応援はブルー、そして野球チームへの応援はレッド、書き込んでください。書き込みレッドが多かったら、レッドの方に5個 X ボムが、ウェア側をね、分かりづらいですけどね。さあ行きましょう。はあ、まとまらないなこのゲーム。さあ行きましょうか。応援タイム大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか。さあ皆さん行きますよ、応援タイムスタート。さあアピールタイムですよ、アピールタイムになります。いいですね、アピールが。青ですね、青が柔道チームです。そしてレッドが野球チームです。ちょっと分かりづらい状況です。アピールタイムです。これ何ですか、お願いしますと。違う、方も違う方、あと10秒、あと10秒ありますか。さあアピールが若干少ないかな。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。さあ結果は出ますよ、どっちがアピールはちょっと柔道の側ね上回ってたでしょうかね。さあどっちでしょうか。これで取れない可能性があるのが柔道チームだと思ってますね、私ね。さあ、ま、さあ勝てば決勝ですからね、両チームとも。さあさあ結果が出ました。 X ボム獲得したのはどっちのチームだ。結果はこちら、どうぞ。レッドサイド、そうですね、ちょっと肝がられたんですかね。出ました、いい顔しても、あら来た、野球と柔道どっちが勝つのか、レッツゴー。おー、さあ不具合が出ております。さあ柔道チーム、作戦もう考えてあるんでしょうか。柔道チームはなんか作戦あります。ああ、もうぶつかっちゃってます。ああ、もうぶつかっちゃってます。さあ作戦通りにいけるか、やはりあの2人ちょっと面白いです。さあ準決勝と参ろう。残り時間は1分54秒。
わー、いいですね。お、あ、さあ全くディフェンスがなっておりませんね。あ、お、いいよいいよ。2対1、レッツゴー。おー、ナイスキャッチ。あー、うまい。あ、おー、すごいすごい。さあ、いいですよ。いい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 ですよ。4対2、まさかまさかのまさかですね。あれ、すごいいいですよ。柔道チーム3点リード。あー、これはいいですね、非常に。ナイスキャッチ。さあ、いいディフェンスをした。おっと、詰め寄ってきたぞ。野球チーム目のチームかと思いきや、好ゲーム、好ディフェンスが続いております。なんて言ってるんでしょうか、なんて言ってるんでしょうか。さあ、野球チームは2点ビハインドでのディフェンス。はい、なんて言ってるんでしょうか、なんて言ってるんでしょうか。ディフェンスが両チームいいですよ、すごくかっこいい。まだまだ分かりません。1セット目、残り時間は22秒21秒。レッツゴー。さあ、2点ビハインドは、あーっと、1点差。おー、ナイスディフェンス。さあ、同点。さあ、どっちがリード。さあ、柔道チームが1点リードで折り返すか。第1セット、いや、怖い。同点、均衡ゲームだぞ。同点のままか。6秒。1.7 秒残っております。ワンショット。さあ、ここで延長戦となります。同点の場合は1点先取です。ここから、あー、チャンス。はい、落ちてて。うわー、嬉しい。いいよ。うまい。うまいよ。すごくうまい。さあ、どっちが取るか、延長。ああ、いいゲームです。2セット目いきましょう。1セット目取ったのは野球チーム、チームレッドです。レッツゴー。さあ、外からまっすぐ先輩、先輩と言われているのはメダリスト石山さんのことです。さあ、ナイスキャッチ、レッツゴー。さあ、取れるよ先輩。おお、先輩取りました。あー、外れた。おお、
先制2セット目先制をライルが決めてきたぞ。さあどうだ、カモン、ナイスキャッチライル。ライルいいんですよ。あ、先輩も取った、西山先輩。西山先輩いいですね。ロンドンオリンピックで銅メダリストです、柔道。西山選手素晴らしい。こんな声しお。さあ均衡ゲームです。ちなみに第1セットは野球チームが取っております。野球チームがこの第2セット取るとゲームセットとなってしまいます。先輩が持ってるよと、先輩もう持ってないよと。あ、さあ同点。いいですね、野球チーム順応しております。あ、いい、ナイスシュー、秋元選手。レッツゴー。さあどっちが勝つか。うふう、ナイスキャッチ、ナイスキャッチの連続。両チームとも上手です。ああ、ナイスキャッチ、ナイスキャッチです。さあどうやって攻めるか。うわ、抜けた、いい。さあ両チームとも頭脳も使っております。さあライル決められるか。ライ、お父さんがアメリカ人でしたっけ、はい、そうです。さあ勝利を収めたのは野球チームでーす。さあここでフィニッシュ。優勝を果たしたのはラグビーチームです。皆さん大きな拍手を、コングラチュレーション。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや強かったね。いや強いです本当に。結構練習されたんですか。2回しましたね。30あ2回だけであんなですか。プロにも5点取ったって相当すごくないですか。惜しかったかですね。ちょっと自信になりました。ちょっと自信になったね。ぜひまた機会があれば、はい、柔道チームとリベンジさせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。機会なかったんで。ありがとうございました。今度お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやすごかったね。すごいですね。見習いたい。見習いたい。やっぱりね。やっぱワンチームで戦ってたもんね。そう、俺たちワンチームやったけどね。うん。やっぱすごいわ。ぜひ。リベンジしよう。はい、やりたいですねこれからも、うん、ちょっと監督に今、はい、あの反省というか、はい、一言もらいたいと思います。お疲れ様でした。監督、監督、あの今日はありがとうございます。総評をよろしくお願いします。ダメダメさん、全然ダメ、全然ダメだったですね。正直全然練習してない。練習全然練習が足りないです。本当にあれですね、ロンドン西山、ロンドン西山で今回からやらせてもらうっていう活動していきましょう。それは使いません。ありがとうございました。ありがとうございました。Slide up in the club like two chains. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star.